太閤寺町は、かつて、青森県南津軽郡にあった自治体。1889年の町村制に基づき、太閤寺村として、成立、1943年に太閤寺町となった。1955年に周辺町村との合併により、平賀町太閤寺となり、さらに、平賀町が2006年に合併して、日向市となり、日向市太閤寺となった。 1899年に町村制が施行されるにあたり、大鼓寺村を中心に従前の住家村が合併して大鼓寺村を作った。この際に各旧村がそのまま大あざとなった。さらに1943年に調整を施行して大鼓寺町となった。その後、1955年に大鼓寺町は周辺の町村との合併で平賀町の一部となり、 2006年には、さらなる合併で、旧川市の一部となっている。江戸時代の広崎藩では、領内を、はじめ、県という行政区域に分けて統治しており、一帯は、公鼓実会となっていた。広崎藩は1687年に領内を25の、組に再編成し、従前の大公鼓実会は、大鼓寺組と尾崎組に分割された。時代によって変動があるが、 江戸時代の大工寺組は、概ね17前後の村から構成されていて、1899年に編成された大工寺村はそのうち重火村を母体としている。北東部の新田地区の柏の高校前駅南西部の立田地区の立田駅大鼓寺町は津軽平野の中心部に位置していた。平野を流れる岩木川の支流のうち、南から流れてくる。 ヒューガは東から流れてくる引き座川などが洗浄地を作っている。町域はこの2川の間に相当し、点在する標高35メートル程度の小規模な大地上に市街地が形成されている。その周囲の低地は稲作やリンゴ栽培に利用されている。中央部を六和川や伊佐戸川が南から北へ流れて引き座川へ注いでおり、 これらの支線の両岸にも集落が連なっている。宅地下によって、球場を伺うことは困難であるが、六和川と伊里川に挟まれた地区にはかつて対抗事情があった。その城内が今の対抗自治区に相当する。東部には甲府な川が流れて、引き座川に交流する。当地は津軽平野の中心に位置し、軍事、経済、交通の点で津軽の要衝だった。 そのため古くからこの地を巡る合戦が繰り返されてきた。太鼓寺という地名が資料で確認できる最古のものは現行4年に遡る。これは当地で起きた合戦の状況を知らせる書状である。この戦い自体は南北朝時代に起きたものであるが太鼓寺という地名そのものはそれより古くからあったと伝えられている。平安時代の末期に当地に 大光寺という寺院があり、これが地名の起こりになったとされている。大光寺は鎌倉時代から室町時代後期まで津軽平野の中心地とみなされた。そのために統治をめぐって争いが繰り返され、支配者も大光寺蘇我市、岩立蘇我市、南部市、安藤市、加西市など入れ替わっている。大光寺城と総称される城市も近接して3カ所見つかっており、 それぞれ大密寺古城、太光寺新城、五日市城と呼ばれている。これらの城跡は、どれが、どの時代に、誰が築城したものであるのかは、不明確である。戦国時代になると、太光寺は、津軽氏の支配下に入った。江戸時代に入ると、津軽氏は、広崎城を築城して、本拠となし、太光寺城を破却した。この結果、太光寺は、農村となった。 古代、大公寺のあたりは、安藤氏の勢力下にあったと考えられている。やがて源氏が津軽地方まで勢力を伸ばすと、一帯は源頼朝の直轄地となった。ここへ頼朝の代官として派遣されたのが、蘇我氏の一族である。蘇我氏は、相模国の蘇我号を本拠とする鎌倉幕府の御家人であり、津軽へ赴いたのはその支流であったが、やがて、 平家軍の地頭として土着した。津軽蘇菓氏は、太鼓寺に、元織を構え、太鼓寺建てを築いた。ここに寄った、津軽蘇菓氏の本家を、太鼓寺蘇菓氏と呼ぶ。文家は、金坊の岩建てに今日構え、岩建蘇菓氏と呼ばれている。ただしこの一門については、本家が、鎌倉時代末期に滅び、文家も、南北朝時代に滅亡したため資料に乏しく、 特に本家の太公寺蘇我氏は詳しくは分かっていない。太公寺に関する直接的な言及はないものの、1222年の資料に津軽蘇我氏の所流、岩立、蘇我氏の同棲が記録されている。これは、蘇我これしげという人物が、北条義時の承認を得て、平賀豪岸立の児頭代職を、父の蘇我信仰から継いだというものである。この時に、 津軽蘇我氏が二つに分かれ、蘇我助光が本家の大鼓寺蘇我氏となり、蘇我これが文家の岩立蘇我氏となったと推測されている。彼らの祖であり、最初に大鼓寺に土着したのは蘇我時宏といい、自童代職としては、信仰は三代目とされている。ただしこれらの不死兄弟関係については資料に書き、不明確で、系譜については推定に基づく諸説がある。 代々の蘇我市の本拠地、対抗時間から 1.5km ほどのあたりには、五日市館があったという。五日市館を最初に気づいたのは、もともと13港を本拠とした13、藤原市とされている。彼らは13個の拠点を安藤市に奪われ、ここへ移ってきて、五日市館を気づいた。しかしその13港は、津波で壊滅し、居場所のなくなった安藤市が、 いつか一冠を奪ったという。その後、安藤氏と蘇我氏は近傍ながら共存していたと推測されている。鎌倉幕府が古代五天皇を報じる勢力に打倒された後、幕府方の残党は東北へ落ち延びてきて、大公寺城の蘇我氏を頼ったという。本家の大公寺蘇我氏はこれを迎え入れたが、朝廷方の北畑明家が追悼軍を送ってくると、 文家の岩立蘇菓氏はこれに教授にして、太鼓寺の本家を攻めた。これが太鼓寺合戦である。この戦の様子を伝えた書状の中で複数の、蘇菓一族が討ち死にしたことが記されているものの、系譜が不明瞭なため、これらの戦死者が本家と文家のいずれに属していたかは、よくわかっていない。いずれに千余この戦いによって、太鼓寺蘇菓氏は敗退し、広崎方面へ落ち延びた後滅亡し、 岩立蘇賀氏にとって変わられた。北畑岳氏に従属した岩立蘇賀氏は、五代醐天皇法と足利高氏が争うようになると、はじめは天皇方に組みした。しかし間もなく、北朝に転じ、略王二年南朝方の南部氏と対抗事情を舞台に戦った。この時は、三ヶ月に及ぶ、合戦の末に岩立蘇賀氏が南部氏の撃退に成功した。 しかし1360年の資料で一体の領地が南部市に分配されていることが記されており、この少し前に岩立蘇菓氏が南部市によって滅ぼされたものと考えられている。大公寺の蘇菓氏が滅ぼされた年代やその後の経過については、互いに矛盾する資料や伝承、諸説があり定まらない。下記はその主なものである。津軽氏の新本拠として、 弘崎城を建築するにあたり、大工寺城を解体して、その一部は弘崎城に使用された。大工寺城の大手門が、弘崎城の吉光門となったほか、石垣が再利用されたという。現在は、旧町域に、同線の柏の高校前駅が所在するが、当時は、未開業。一説では、五日市間は、安藤市、大工寺古城は、蘇我市、大工寺新城は、 南部市、滝本茂之、津軽建弘によるものだという、ありがとうございます。